だからこう、学校とかもある意味そういう感じで、こう、通ってるだけである程度勉強できるようになるっていういい部分もある。一方で、なんか自分でやる気があって自分で進んでやっていける人であれば、別に学校とか行かなくても自分で,できるっていうところもある。これ多分その会社に入るのと自営業やるってのと同じで、その、会社に入ると結構さ、会社の中でこう稼げるようにするために自分が働くっていう中で、それは例えばさ、その上司からいろいろ言われてでやっていくっていう風な感じだから、そうするとこう、 あのなんかそれってさすごくこうある意味やっぱ社会ででその自分一人でやりきだしてやろうってなかなかできなくっても人に言われるとできるって結構あるじゃないですかっていうのがあってだからこうその自分一人でできなくっても人に言われるとできるってんで結構社会って回ってる部分ってあるのかなと思うんだけど一方で自分でさ別に仕事できる人だったらさその人のもとで働く人なんか全然なくてなんか自分で頑張ってやればいいわけだよね。 っってていうところがあってその自分でできる人と人に言われないとできない人って大体1対9ぐらいの比率かなと私は思ってるんですけどその今回、えー、AO に向けて自分で勉強するとか自分でプログラミングを勉強するっていうのは、まあ、松さんの場合はまあ自分でできたわけだよね。でその自分でできる人と人に言われないとできない人の違いって何なんだろうとか、まあ、どっちの人が AO を向いてんだろうとかまあ言うまでもないことだと思うけどその辺ってこうどういうふうに考えますかあまあその辺に関してはやっぱもう、うん 生まれた、生まれとか、うん、まあ、それこそ生まれた環境とかにもよりますけど、まあ、栄養に向いてるのは、やっぱ自分でやっぱできる人だと僕は正直思いますね。あの、こう、自分で進めていける方だと思っていて。どうなんだろう。でもなんかその、どっちがいい悪いかとかではないとは思うんですよ。うん、あの、たまたまで、なんか栄養って、なんかその、むしろこう、そういうなんかその、自分でできる人、 向けの,なんかその自分でこう進めていける人向けのなんか入試だと思っていてなんかそのきちんとこう言われてできる人はやっぱり一般でもちゃんと受かっていくんですよねその別に SFC じゃなくてもなんかその他の大学とか全然道はあると思っていてなんかやっぱそういう違いというか,なんかその1対9の,そのまあ少数派っていうんですかの,その をこう受け止める受け皿みたいな感じなのが僕は SFC の英語だとは思います、ね。なる、うん、ほどね。まあなんかその一般は確かに言われたことをずっとやってればできるっていうのは結構それはその通りだなと思ってて、まあ一般で受かるための方法っていうのはある程度確立されてて言われたことをちゃんとやってればまあできるっていうのはそれはそうなんだよね。うんまあ、だからちょうどそのフォロワーとディーラー両方ともいて SFC ってすごいいいバランスなのかなとかって思ったりするんだけど。